さあ、ああなるほど、今回は多くで、まあ適当にやろうってことなのでという趣旨でね、ちょっと主催したので適当にやろうっていうことなのかな。うん、それで全然いいんですけど、ん、それでいい、全然いい。うん、ちょっとまあそういうのもありなんじゃないかなっていう意味でのコメントでした。はい、すいません、なんかよくわからないこと言って。はい、さあ久保オーダーのアタコ選手に対してこれといって特に解説のしようもないような基本的なオーダーのオーク・スラボップ選手、人望よくわからないかな。うん、さあ先ほどとほとんど同じオーダーですね、アタゴ選手。ヒーローの登場が若干遅いですが、クモが2体揃って安全な形でスタートするクモオーダーですね。さあアイテムショップが若干早めのオーダーですね。2個目のバローを立てていないので。なるほど、ただ先ほどは確かバローが2個立ててからのオーダーだったので、ちょっとアイテムショップが早めのオーダーをしている。さあデスナイトは遅めのスタート。さあやはり1体の、ありがとうございます。 なんという反応しがよくわからない。さあアイテムを打って、これはクリープに向かっている。さあヒーローが遅めということで、ハラスに行くのはちょっと遅めでいいという判断でしょうか。さあサークレットが出たアイテムだけを持ってハラスに行く形ですね。さあクモが俊敏な動きをしている。さあこれはここのアイテムもおそらくは PM で刈り取るかと思いきや、おっとクリップが始まるのを待ってますね。さあクモが2体出ているために、あまりですね、クモが俊敏でしたね。さあ BM でラストヒットは取れなかった。さあクリップ、おっとラストヒットが取れない。ちょっと今のはちょっとミスか。しかし DK の HP を減らすことができているために、なかなか美味しいハラスですね。さあこれはアイテムを持っているクリープをラストヒットは BM が取りましたね今は。さあサークレット2個目を取った。さあ BM の強さがなかなかのものになっている。しかし経験値的にはまだ半分といった形。さあ BM でここのオーガを借りに行ってますね。さあアイテムが何を出すのか。さあオーガがおっとマナスティールのワンドを出してきた。まあこれもなかなか有効ですが、もしかしたら即売りかもしれませんね。 DK のマナを奪うことができるので、まあ使うこともできるが、スラボップ選手は売りましたね。
そしてブーツを購入、ハラスに向かう。さあ今レベル2ですが、ああレベル1ですが、ここのクリープを買っているのでレベル2になるでしょう。さあ今ブックは、まあ、EXP ブックではないでしょう。さあ雲が4体いるためになかなか近づくことができない。さあ BM の攻撃力がなかなか強化されている、プラス10されている。さあ内政面を見てみると、まもなくティア2アップグレード完了のアタゴ選手、対してティア2にアップグレード完了しトーレンチーフテンを出しているスラポップ選手。さああと緑クリープをどこか狩れば DK がレベル3になりコイルがパワーアップしますね。さあスローターハウスを建築。おっとここでアイテムを出すクリープを買っているが、アイテムはどうするんだこれは。おっとこれはバッシュが非常に効いている。さあダメージが非常に、おっとこれは粉を使って、あーっとこれはなんとかギリギリで逃げ切ることができた。さあバッシュが非常に決まっていた。さあ思わぬダメージを食らってしまったという形でしょうか。さあ傷薬を置いてアイテムを取ったために傷薬が DK 側に行ってしまった。さあ、回復の手段が乏しいアンデッドにとってはヒーリングサルブがあるとないとでは全く違う。 DK の HP を回復できればかなりアドバンテージを取ることができる。さあこれは思わぬラッキーといったところでしょうか。アタゴ選手さあレベル3になっている DK。 BM もレベル3になっているので短期で動いてハラスに向かうでしょう。さあアイテムはもう BM に取られてしまっているが経験値をしっかりと取っている。さあ TC のレベルが間もなく3になる。3になればおそらくウォースタンプを取るでしょう。さあヒルスクドーム敵ポーションを買っている。 このマップはアイテムショップが1個しかないためにこのアイテムを買い占めてしまうというのも有効な方法。さあ今のは経験値がリッチに入っていないので BM が取りましたね。さあちょっと今のラストヒットはアンデッド側が取りましたね。さあティア3に行っているスラボップ選手。さあレイダーは出さないという縛りプレイ、おっと、ああ3体までっていう縛りプレイだったかな。なのでウィンドライダーを出している。さあお金が1100余っている、アタコ選手。さあここでジャックを決める。オートスタンプは不発しましたね。さあこれはなんとかスタチューは割れずに生き残る。ですね、これは